お金を学べる SNS ポストプライム。 こんにちは、言ってみルさん。高橋なんです。今日はいくつか皆さん、速報の経済ニュースがあります。中国の方で金利政策の発表がありました。ゴーマンサックスもこれから24%中国株が上がるというニュースがあります。インドの方ではアダニグループがどんどんとなんとかここの大暴落を回復しようとしている。そこ以外には今、まあ、特に黒田総裁の最後の決定会合が3月にあり、政策の編集があるかもしれません。皆さん、今日はいろいろとニュース、相場も経済も政治も 含めて今日世界のワールドニュースを今日の動画、この動画で解説していきたいと思います。今2月の20日12時39分、僕は元ウォール街のトレーダーガールの方にプロフィール見てください。えーニ,ューーまあ、ニューヨークで20代でウォール街でヘッジファンドを設置して売却していく世界を旅して最近今日本に帰国しました。YouTube、ポストプライム、するとテレビ東京のレギュラーのコメンテーターしてます。ぜひ皆さんもキュレタラシーを高めるために、えー、チャンネル登録して、いいねボタンして、ぜひ応援をしてください。毎日と配信を頑張っています。えー 昨日の皆さんイベントに参加してくれた方、ありがとうございました。すごく楽しかったです。このイベントは120人ぐらいが参加できました。皆さんもぜひこのイベントのライブ配信を見たい方はぜひ概要欄の方で見てください。無料体験で誰でも実は見れるのですごく楽しかったです。また5月にイベントをやりますと。とゴールドメンバーの方のライブ配信だけで無料で誰でも見れます、まあ。お金を学べるポストプライムというところでやっていて、僕が作った S、BS、なので皆さんも興味あれば無料で誰でも iOS でも Android でもアプリでも ウェブサイトでで使えるので見てください僕も、まあ、あのライブ配信をまた23日の23時25分にやります。この日には2つでかい発表がある。アメリカ中央銀行の特に決定会合の議事録が1つ。2つ目が PCE という消費者物価指数。で、ニューヨークがオープンするときに ちょうどここでライブをするので僕のチャンネルも遊びに来てください。はい、ぜひ皆さん木曜日見てください。僕のチャンネルポストプライムで放題こういうライブ配信、プラス、YouTube で時々話していない一番好きなアイディアはここのみで話してます。特にこれ、まあ、この数週間のアイデアでは木材、それとオレンジジュース、ドル円、XLM、イタリアム、特に香港、ゴールド指数全部当たっています。今7、8ぐらい連続です。なのでぜひ皆さんもこういうような特殊 アアイデアここだけでしか話していないのでチャート分析なども僕のチャンネルを見に来てくださいえ皆さんいろいろと新しい機能も発表しているのでこれぜひ使ってくださいね昨日のイベントでも,もう何十人と話したけど勝率がすっごいみんな上がっていると言っていますどのチャートでも使えますえ3つの条件ですね例えば香港指数も僕も下がるというような予測を1月末でしましたなぜかというとここの時に1つ目の条件としてはこのマックリーがこのオレンジと青がクロスをしました 1>, 1月末で。2番目の条件が、ここの緑のチャートが投票率で今後の上がるっていう回答が83%でしたね、1月末は。ちょっと高すぎました。これが2番目の条件ですね。ちょっと過大評価。3番目のはみんなの1週間と1ヶ月の予測で、特に1週間の青が上の時が1月末でした。3つ条件満たすとくだけにチャート分析くる。これがもう本当にプロのやり方で、95%投資は何もしないで、ただ条件を待つ。条件をどうやって確認するかというと、通知を使う。 緑のチャートが高い時、低い時に通知を設定できる。この青のチャート、黄色のチャートが上下の時に通知が設定できる。それと誰か、あなたが好きな人が1週間1ヶ月の予測をするときにも通知が設定できる。こういう通知が全部携帯画面に皆さん、アプリがオフの時にも届きます。これが一番良い方法。僕ももともとヘッジファンドで使ってたプロの方法です。誰もどこも作ってないです。こういうシステムは本当にプライベートの機関投資家だけが今使っています。皆さん ンバーグとかかもしかしてセンチメントツールとかあるんですけどこういう期間投資家向けのものは3万ドルします400万円ですポストプライムだと誰でも2週間無料体験こういうようなツールを全部できますぜひ皆さん試してくださいこういう10個ぐらいの機能がいっぱい入っていますしこのイベントにもこれから参加もできますしすべてのプライム登録も25%割引なので皆さんこのゴールドメンバーシップは単価はウェブサイトが一番低いのでウェブサイトの方で2週間無料体験 を概要欄の方でしてでアプリで試してみるっていうのが僕のおすすめですぜひ試してみて皆さんもあなたの金融レタラシーを高めてくださいさてと今日の世界ニュースに入りましょうまず今日の世界の相場を見ていると今日は皆さん、うん、まあ、今マーケットは米国相場では閉まってます実は今夜の夜もプレゼデントデイウィーケンド大統領の日と呼ばれていてマーケットが今夜閉まっていますしかし 先物先物は空いています。で、今、例えば先物を米国の株価で見ると、S&P 500はほとんどノーチェンジ。ダウジョーンズもナスダックもラッシルもノーチェンジで、あまり大きな動きは今、米国の株価指数の先物では見当たりません、えー。あと、今日ですね、例えば国際ニュースの方を見ていくと、まあ、いくつか大きなニュースが僕の方では目立つかなとは思いました。えー、しかし、多分一番でかいニュースがまず今日は中国関連で、PBOC という 中国の中央銀行 People's Bank of China の方が、えー、金融政策みたいなものを開きました。で、こちらの政策決定会合の方では、One year loan prime rate、それと、 5 year loan prime rate っていうのを設定します。これは、まあ、中国の銀行同士が、まあえー、とお互い同士に融資ができるような金利の設定です、えー。今回は維持をしました。大きな変わりはないです。ので今のチャートを10年間で見るとどん,どん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 と金利が下がっている。まだまだ中国の中央銀行は他の中央銀行と変わっていて、ここは今、金融の緩和をしています。 日本も引き締めをしてる。ほとんど中央銀行はみんな引き締めだけど、中国だけがまだ緩和をしてるっていうのがすごく皆さん目立つニュースかなと思います。えー、あとは今日、やっぱりゴールドマンサックスの方でこれから中国株が24%上がるっていう予測を出してます。今から24%です。で特に r リオープニングとリカバリーというシフトがある。まあ、特に今は コロナ制度ゼロコロナ制度がどんどんと緩和されて、リオープニングですけど、これからリカバリーっていうに入る、どんどん回復が入る、ど,うどんどん経済が回復し始めるということを一応、まあえー、そこで見ています。今、特に地政学リスクが高いですね、特に中国とアメリカの間だけど、これもどんどんと、まあ、下がっていき、今、特に中国指数、香港指数なども見て、結構10%と下がってます。僕もポストプライムで先ほどこちらのチャートを、香港指数が下がるというふうに当ててましたね。 で、ゴーマン・サックスが言ってるのは、香港指数も、中国指数も含めて、今後は年末まで、まあ、これから反発する24%も上がるのではないかというニュースを言っています、えー。中国関連のニュースとしては、やっぱりここの数日間、うん、そうですね、あの、米中外交がトップ海岸がありました。で、米がやっぱりここの気球をどんどんと批判がしてます。まあ、気球問題なんですね、今。気球が、あの、何て言うんだろ風船みたいなでっかいバルーンが、今、アメリカ辺りで見限り、これが中国のスパイ。 の気球というふうに批判がされています。 えー、ロー、まあ、口っていうのかなこれ。まあ、ロシアに対しての武器共有しないようにも警告がありました。気球を、気球をめぐり、米中間の緊張、えー、緊張が一段と高まって、えー、以後に初の直接会談をしています。気球が、えー、気球がここは、米両軍内に入ったことは無責任な行動と、ブリンケン氏が言ってます。ブリンケン氏というのはアメリカの国務長官であり、特にドイツで開か,開かれた今回のミョンへの安全保障会議に際して、中国外交のトップの、えー、ここは、 あのそうですね、会合をしました。まあ、皆さん、こちらの方で、特に今、どんどんと、そうですね、ちょっとあのテンションが高まっている中で、今、中国株にもここは影響が出ているかなと思います。地政学リスクはちょっとこの頃数日間高いですね。北朝鮮の方でも弾道ミサイルを2発と発射して、EEZ 以外の落下と推定をしています。防衛省がここを発表しました。短距離ミサイルが韓国方で,で、18日は ICBM という火星15を発射していて、北朝鮮が射撃 ジョンの大変量を利用に頻度して、ここ、米軍の動きを今、次第い、まあ、待っているという、であります、はいまあ、皆さん、こちらのリスクはどんどんと高まり、まあ、こういうことが起きて、やっぱり日本は今、あの防衛の方を強化しようとしているいう,うに姿勢が見えています。 え、経済ニュースに対しては、まあ、今やっぱり今週は FRB が重視されて PCE の物価指数が木曜日発表されますし、この議事録が発表されます。え、PCE っていうのは皆さん、Price, すいません、Personal Consumption Expenditure Index っていうちょっと長い英語なんですけど、実はここは物価指数の一種の種類で、まあ、中央銀行が昔から一番ここを重視していると公表しています。で、今ここが今見られているんですけど、特に前月 日のの数数字字ががこれれから1月の数字が木曜日に発表されますで、今、期待されているのが、約ここは0.5%と0.4%。コアと実質あ、すみません、コアと名目で今、発表が期待されています。なので、ちょっとやっぱり1月は上がるふうに期待がされていて、そうですね、特に先週発表された CPI、消費者物価指数、それと PPI、企業物価指数、まあ、卸物価指数、もう結構高かったので、こっちも高まるのではないかというのは、今少し経験 感があるかなと思います特に今週はね、まあ、中央銀行関連のニュースが結構多い、中央銀行の決定会合がグアテマラ、パラグアイ、トルコ、イスラエル、ガンビア、ボツワナ、韓国とカザフスタンとニュージーランドでありますので、まあ、どんどんと各国で今は実は金融の引き締めが続いているように見えます。ライブ配信でこちらの方を僕がカバレージを木曜日にします。PCE 発表すると議事録、両方とも相場を大きく動かすような要望、えー、まあ 食えーとそまあ、カタリストになると思います。 え、あと今日僕にとって今日注目しているニュースとしては、アダニですね。アダニここは国家が何。国家っていうがまあ、企業家、資産家、アジアで一番裕福な方がなんと1320億ドルも損失を起きてしまい、なんとここを回復しようとしている行動が見当たります。え、ここのエンパイアですね。この帝国がどん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 と下がってきて、まあ彼も今どんどんと新しい PR 会社とか弁護士会社を雇い、どんどんとここは再建、 のリストラとか編成をしようとしているので皆さんそちらがこれからどうなるかは特に大きな注目になると思います、えー、特にここは1000億ドルの損失というビデオ YouTube でも先週出しましたね皆さん特に日本のニュースではそれほどここ大きくカバレージしてないんですけど本当に大きいですこの,この方は本当に数週間前までは世界の3番目に、えー、裕福な方だったんですねあのイーロン・モスクとアマゾン・ベソスの次でした次ですごいですよ 彼はなので、急にこれほど大暴力が起きたストーリーも興味あれば、ぜひ皆さん、えまあ、数週あの先週のビデオを見てください。あとは今日の国際ニュースとして、メタ、まあ、元フェイスブックがインスタグラム向けとしてサブスクプランを開始するということです。料金は、まあ、iOS アプリだと約ここ15ドルになります。まあ、15ドルというのは約、えー、2000円程度ですね。 認証バッジの寄付、不要は、ここは、公的の自身の証明書になる本人格上が必要になるということであります。ツイッターもこういうこともやっておりますし、まあ、YouTube もやっていて、どんどんとこういうような認証のものが今、波及しているような気がしています。ニュージーランドの方では、過去3年ぶりの一番大きな人口の、一応ここは、上昇率があったと見えます。 があと今日見ていたニュースとしては特に今中国とロシアが、ね、もう世界の、まあ、食料のサプライをほとんどコントロールしているというちょっと警戒感があった記事がありました特にこちらの方で、まあ、皆さんファルタライザーって知ってますかなファルタライザーのは肥料ですね肥料のサプライをコントロールしているのがほぼほとんど中国とロシアそれとインドですここやっぱりがないと肥料がないと、えーまあ、あのなんていう食料は作れないんです いろんな食料がなので、ここのコントロールがどんどんと中国とロシアの戦略になり、やっぱり世界のフード、フードサプライ、食料サプライをなんとか安全の政策がもっと必要ではないかなという,うな記事もあります。特に今、ほとんど国際ニュースを見ていて、政治ニュースがあまりないんですけど、 やっぱり今、今、あの、イギリスの方の政治ニュースが結構目立つかなと思います。イギリスの方で今予算を立てようとしているんです。だけど、イギリスの予算を見ていると、特にこれからまたまたすごいでかい政府の赤字が出るように見当たります。GDP に対して100%ぐらいの借金が出るかもしれません。これは1960年以来の高さであるので、今、新しいスナク首相に対しては大きな、まあえー、とテンションが上がっているかなと思います。 ちなみに皆さん日本はなんと260%以上なのでイギリスが悪いなら我々国はどうなんでしょうか、まあ、日本はほとんど借金が国内、えー、中央銀行とかが抱えているんだけど借金は借金なので借金を返すために税金が上がるリスクっていうのはや我々日本人として国民はいつも抱えなくちゃいけないと思ってますこれは本当にひどいと思いますあとは今日はマーケットの方に移ると、えー、そうですねまだヨーロッパ相場は空いてませんだけどアジア相場は今日は日経平均は横ばいでと ピックサー0.24%動き、ハンセン香港とかも中国も0.67%から1.18%と上昇をしています。えそうですね日本の株価を今日キオ度ランキングで見ると大きな動きはあんまり見当たらないですけど東京エレクトロンがまた1.8%と下がりソフトバンクのもやっぱりこの続落が0.82%と続いています。業種別ランキングの方で今日見てみると特に今日のランキングではパルプとか証券取引その他金融商品が強く上昇をしています。 ネガティブの方だと、きょは電気機器とか海軍とか鉱山業が今は下がっているように見えます。まあ 一番大きな今の日本ニュースは、これから黒田日銀総裁の最後のサプライズ決定会合があるのか、3月10日を迎って、今、どんどんと相場の予測が、この政策の修正の予測が前倒しになっています。<laughs> 特にここの右のチャートをご覧になってください。7月までに引き締め方向を動くという予測が、今、7割ぐらいに動いています。7月までですね。はい。なので、特にここの2月と1月の世論調 調査を見ると1月が黒、水色が2月でこれがどんどんと高まっているんですね。ここは政策の編集というのは特にこれから金利を利上げしなくてはいけない、短期金利を利上げしなくてはいけないという予測が今どんどんと高まっています。なので7月前までにはこれは利上げが起きるというふうに相場が今予測をしています。 利上げの予測が前倒しになるときには、その国の通貨は上がるはず。今、円高になっているはずなんです。だけど、全然円高にはなっていません。ここが本当に僕は不思議に見ています。逆に今、円安がどんどんと続いていて、これが今、円安がどんどんと今上がっています。はい、皆さん、ここは長期と短期は全然違う見方です。僕は短期の分析はもちろん予測はもう毎日、毎週変えています。これが投資です。長期的 僕はまだいつかここのドル円というのは、I think どこかのタイミングでまた150円程度を上ると思ってます。今はどんどんとここは、まあ、上がってますけど、長期なのでいつ行くかわからない。ただ短期的にも今は実は円安。で普通こういうい時には、えー 利上げの観測が進むときって普通円高になるはずだけど、だけど今円安っていうのはよほど今円を売るプレッシャーがすごく強いように感じてます。今日の今の例えば投票率も見ると79%が冷やし、週足だとなんと82%で今過去最高レベルですよ。ポストプライムのこの投票機能を見ると。過去最高ですよ。去年の6月1日からこれを測り始めてから一番高いです。最も高いのでちょっとここは 危ない、まあ、もしかしてちょっと行き過ぎっていう感じも知るかもしれません。皆さん、やはりこのチャートだけ見ても分からないですね。この投票率がすごい高いって価格だけ見ても分からないんです。だけど、ここの投票率を見ると0から100まで固定されている投票率なので上がるというこの観測が今すごく高まっています。はい。そうですね、今のこの予測を中央値チャートで見ると1週間の青の方が1ヶ月の気量よりまだ下なので当分はもうちょっと上昇 が続くようには見えますけど、この週足の82%の回答を見ると、ここはどこかの段階でも、まあ、しかしてこの高いまあ、円安がもしかして止まるような観測もあります。皆さん短期と長期はちゃんと区別して僕の分析を聞いてください。自己責任で聞いてください。えー、皆さんまあ、これからそうですね。えー、ま次のビデオとして今今日いろんなニュースを見てるとやはり僕が一番気になっているストラテジストウォルガのストラテジスはマイケルハートン。 デューモト・メラリンチ、今、バンカー・アメリカのマークロ・ストラデル氏なんだけど、彼のレポートをやっぱりよく、今日、やっぱり徹底分析したいです僕からの意見だと、ウォール街の最強のアナリストなので、新しいレポートが出ているので、この2月のレポートをこれから次のビデオで解説するので、皆さんそちらの次のビデオ、特にウォール街のすごい結果、まあ、 警戒感というもんですけど、ウォール街のこのノーランディングシナリオを少し分析したいし、まあ、そこに対して僕の意見もお話ししていきたいと思います。ぜひ皆さん、あのライブ配信をこの23日の23時25分に2つのでかい発表があるので見てください。それとこのイベントもすごく楽しかったので皆さんもここも誰でも無料体験で見れるのでガーロンの方で見てください。ここはゴールドメンバーシップの無料体験なので先ほど話してたこういうような機 機能とか、まあ、全部一緒に使えますしプラスこのイベントも見ることができるので、まあ、この楽しい対談とかもぜひご覧になってみてください。Thank you so much guys! 皆さんいつもの通りに投資は自己責任で自己判断で聞いてください。僕は皆さんに投資の助言はしていませんしここで皆さんにお銘柄を売買は全然進めてはいません。金融レタらしいを高めるために聞いてください。それともちろん皆さん投資というのは毎日相場は変わり毎日短期投資の ここでストレスを感じる人たちはぜひ皆さんあんまりチャンネルを見るべきではないと思います。長期投資はもちろんここは大きな変化はあんまりはしませんけど短期はもう毎日つづつどマーケットを見るべき必要性があります。長期と短期でまあ投資を分けるべきだと僕は思いますし、レバラージュはあまり使うべきではないと思っていますし、1つの銘柄にはあなたの資産の5%以上は入れるべきではないと思っています。分散投資がすごく重要と思っています。 ちなみに興味あれば僕が使っているいくつかの証券会社も概要欄の方にありますコモロティ商品の方では GMO クリックとかを使って幅広くいろんな商品にも取引をしていて30万円のキャッシュバックももらえます FX プライムの方でもここは金と銀と原油とか天然ガスとかいろんなところにここも投資ができますしなんと150万円の大きなキャッシュバックをしています FX の方では特にドル円とかをマネーパートナーズの方で取引を僕は使っています50万円以上のキャッシュバックもありますしマネーパートナーズは実は暗号 資産ももビビッッットトトコココイイイイインンンタリアムと,ライトコインとかラキャッシュも取引ができます皆さん株とか為替だけではなく幅広く取引するのが僕のおすすめなので興味あれば僕が使っている証券会社は特にキャンペーンとかは日本の方が海外より金額がでかいのでぜひ使ってみてくださいしかし僕は皆さんに無駄な取引はしてほしくないしでばらジもあまり使ってほしくないので皆さん特に 投資っていうのは規立性を守る。無駄な取引をしない。レバラージュもあまり使わない。他の SNS とか、まあ、レバナスとか、こういうことはもう無視して、特に皆さん、マラソンですね。マラソンで投資っていうのはもう徐々に徐々にやっていくものなんで、焦ってやるべきじゃないと思います。ぜひ皆さん、これからもチャンネル登録して金売れたラシも高めてください。ありがとうございます。皆さん、次の今日のビデオもぜひ聞いてください。よろしくお願いします。